石原智子さん。沖縄自民党会派の石原智子でございます。この度の九州地方、西日本地方での豪雨で被災された方々には心からお見舞い申し上げます。一日も早く平穏な生活に戻られることをお祈り申し上げます。私は先の6月7日に行われました沖縄県議会議員選挙で島尻南城市区から出馬をいたしまして当選することができました。地域の有権者の皆様には本当に深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。私が政治家として尊敬している第2代沖縄県連として活躍しました山形県出身上杉持則公の民を愛し幸福を招く政治をしようとした精神で沖縄県の課題解決に取り組み県民皆様が夢と希望を持ち安心して暮らすことのできる沖縄県づくりに頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは通告書に基づき一般質問をいたします。大きい1、新型コロナウイルス関係について。新型コロナウイルスの影響により子どもたちは登校自粛で通学をせず外で遊ぶこともままならず家庭内で過ごす時間が増えていました。そのような状況が子どもには大変ストレスとなっていたのではないかと考えます。学校が再開され子どもたちの元気よく登校する様子を見て安堵しますが子どもたちへの影響がどのように及んでいるのか今後の調査も必要かと思います。代表質問でも聞いておりますが改めて私からも質問させていただきます。1、県内の小中学校が再開され児童生徒の登校しぶりや不登校児童の状況はどのようになっているか伺います。2、児童生徒の学習環境に格差があってはなりません。国が進めているギガスクール構想の中で、ICT の活用が前倒しして予算化されました。オンライン授業も可能になると聞いているが、環境整備と教職員へのオンライン授業の研修や業務支援を強化すべきと考えます。県としては各自治体の取り組み状況を把握しているかお伺いします。3、児童虐待や DV の通報数についてもどのような状況だったのか、そしてまた重篤なケースはなかったのかお伺いします。4、子ども食堂を利用していた児童への支援はどのような取り組みをされたのかお伺いします。5、特別に支援が必要な子どもたちの受け入れ施設であります児童デイサービスなどの子どもや保護者への支援状況をお伺いします。2、河川の整備について。私も八重瀬町出身でございます。八重瀬町内を流れる河川でありますが、大雨のたびに住宅地は床下、床上浸水、
農用地では農産物の浸水流出被害が起きています。丸一、二級河川ムクエ川整備の進捗状況と工事完了予定はいつなのかお伺いします。丸二、野波川は下流側である富城においては二級河川に位置づけられております。そして整備計画がされております。上流側の八重瀬町では普通河川となっています。上流側も二級河川格上げをし河川の整備ができないかお伺いします。大きい3、国道の整備地について那覇市から南風原町、八重瀬町を結ぶ南部地域の重要なアクセス道路であるにもかかわらず、工事がなかなか進まず、通勤・通学時の渋滞が起きております。丸一、国道507号の具志上交差点までの進捗状況と、コチンダ交差点改良工事は、完了予定はいつなのかお伺いします。大きい4、我が党の代表質問との関連について、島袋大県議が行いました4、子ども・子育て支援についての3、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への支援について、認可保育所と認可外保育所に違いがあるようだが、国および県からの支援でどのような違いがあるかに関連して、認可保育所と認可外保育所、事業者への支援などはされておりますが、保育所を利用される子どもたちへの支援はどのようなことをなされたのかお伺いします。答弁を聞いて再質問を行います。知事、玉城デニー君。石原智子議員のご質問にお答えいたします。まずは初当選おめでとうございます。これからも一つ一つ私も地道に取り組んでまいります。ぜひ一緒に天敵戦績頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルス関係についてのご質問の中の子ども食堂を利用していた児童への支援についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大防止による小中学校等の臨時休業に伴い、子どもの居場所や子ども食堂の約7割が活動休止等の措置を取りました。子どもの居場所などには経済的に厳しい世帯の子どもたちが通っており、休止などによって多くの子どもたちに影響が及ぶことが懸念されました。このため沖縄県では沖縄子どもの未来県民会議と連携し、3月7日から学校が再開されるまでの間、子どもの居場所などによる子どもたちへの食事支援等の活動に対し、途切れることなく支援を実施してまいりました。また、5月8日から5月31日までの間、13市町村56店舗の飲食店を子ども未来協力店として認定し、子どもの居場所等や生活困窮世帯へ食事を届ける取り組みを行ってまいりました。こうした取り組みを通して、子どもたちへの継続的な支援の必要性を認識したことから、この事業を8月末まで延長したところであります。沖縄県としましては、今後も地域において生活困窮世帯に対して、安定的に食事の支援を届けていけるよう、新たに行政や企業等が連携した支援体制の構築に取り組んでまいります。その他のご質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。教育省、金城博正君。1、
新型コロナウイルス関係についてのご質問の中の括弧1、学校再開後の登校状況についてお答えいたします。学校再開後の欠席状況調査によりますと、再開後の7日間で連続3日または累計5日欠席した児童生徒は、小学校では766人で 0.77%、 中学校では1142人で 2.52% となっております。現段階においては休校により欠席数が著しく増加したとは捉えておりませんが、欠席状況を踏まえた対応は重要な取り組みだと考えております。学校においては管理職や学級担任、養護教諭等により初期の段階で欠席理由の把握に努め、児童生徒個々の状況に応じた組織的な支援を行っているところであります。県教育委員会としましては、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を活用した教育相談体制の充実を図り、市町村教育委員会と連携しながら学校支援を行ってまいります。同じく1の括弧に、オンライン学習の環境整備等についてお答えします。市町村のオンライン学習のための環境整備については、ギガスクール構想にかかる補助金交付申請希望調査を県で取りまとめ、文部科学省に提出したところであります。今後、交付申請業務の支援や早急に環境整備ができるよう情報提供などに努め、市町村を支援してまいります。学校再開後は第2波に備え、小中学校および県立学校の職員を対象とした職員研修を行い、オンライン学習のための教材等を作成することを促すとともに、県立総合教育センターにおいて授業の参考動画を作成するなどの支援を行っております。以上でございます。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。1、新型コロナウイルス関係についてのご質問の中の括弧3、感染拡大による児童虐待や DV の状況についてお答えいたします。児童相談所における児童虐待相談対応件数は、速報値で令和2年2月が75件、3月が81件、4月が73件、5月が90件と増加傾向にあります。また配偶者暴力相談支援センターにおける DV 相談件数は、速報値で令和2年2月が116件、3月が181件、4月が173件、5月が186件と、児童虐待相談対応件数と同様に増加傾向にありますが、児童虐待および DV ともに重篤な事例は発生しておりません。外出自粛や在宅勤務などから、親の生活不安やストレスによる児童虐待や DV が懸念される中、児童相談所、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の周知を新聞等で行ったところであります。県としましては、関係機関と連携し、児童虐待と DV の早期発見、早期対応に引き続き努めてまいります。同じく1の括弧5、学校等の臨時休業における放課後等デイサービス事業所等の対応についてお答えいたします。県では放課後等デイサービス事業所等に対して、学校等の臨時休業に際し感染の予防に留意した上で解消していただいたところです。またそれにより追加的に生じた利用者負担につきましては、国、県、市町村が補助できることとなっております。次に4、我が党の代表質問との関連についての括弧1、保育所と認可外保育施設を利用する子どもへの支援についてお答えいたします。保育所や認可外保育施設への感染防止対策に対しましては、マスクや消毒液等の衛生用品の購入費用への支援を行っているところであり、これらは子ども用のマスク等にも活用できるところとなっております。さらに、今般、国の第二次補正予算において示された
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業についても、追加的にマスクや消毒液等の購入費にかかる経費にも充てることができることとされており、今後、県においては補正予算に計上してする準備を進めているところでございます。以上でございます。土木建築部長、上原国貞君。河川の整備についてのご質問のうち、括弧1、ムクウェ川河川整備の進捗状況等についてお答えいたします。ムクウェ川の与那国橋付近から上流 2.5 キロメートルについては、浸水被害の軽減や周辺環境に配慮した河川整備に向けて、平成26年度から事業に着手し、現在、与那国橋付近の用地買収を推進しているところであり、また必要に応じて稼働確保のための浚渫を行っております。県としては引き続き八重瀬町と連携し、早期整備に取り組んでまいります。次に、2の括弧に、普通河川野波川の2級河川格上げ及び河川整備についてお答えいたします。野波川の溝丸橋付近から上流については、八重瀬町が管理する普通河川となっております。県としては、当該区間が土地改良事業で整備した区間となっていることから、浸水被害の状況、稼働管理の状況、二級河川としての事業化の可能性等を検討し、八重瀬町と調整していきたいと考えております。次に、3、国道の整備についての括弧1、国道507号八重瀬道路の進捗状況等についてお答えいたします。国道507号八重瀬道路は、八重瀬町あざこちんだからぐしちゃん交差点までの約 4.2 キロメートルについて、平成20年度に事業着手し、進捗率は令和元年度末の事業費ベースで約 48% となっております。こちんだ交差点付近については、年度内に用地取得を完了する見込みであり、用地取得後、速やかに工事に着手したいと考えております。以上でございます。石原智子さん。石原智子さん。再質問の順番を入れ替えいたします。先に2、河川の整備についてと、3、国道の整備について再質問いたします。ムクウェ川の河川整備が大変遅いと私は感じております。当該河川の流域では、大雨のたびに、地域住民は不安と不満の日々を送っています。過去には、平成19年にこのムクウェ川で少女が流され、尊い命が犠牲になっております。このパネルにあります写真は、
八重瀬町立コチンダ中学校のそばを流れる河川でございます。ムクエ川です。これがゲリラ豪雨となりますと、このように河川から氾濫し、学校の教室、中庭まで河川が流れ込みます。1階教室や職員室に氾濫した濁水が流れ込み、授業を中止し、避難するなど、生徒や教職員の生命に危機を感じております。なんとか整備を促進できませんでしょうか。お伺いいたします。土木建築部長、上原国貞君。はい、今、ムクエ川の整備につきましては、鋭意取り組んでいるところでございます。で、用地買収に今取り組んでいるところでございますが、確かにゲリラ豪雨等が発生した場合に、浸水被害が出ているということは承知しておりますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えておりますが、当該区間のですね、まず二級河川の指定が平成23年の3月になされたところでございまして、その後、26年度から、事業に着手し、鋭意進めてきているところであるということでございます。河川整備につきましては、道路と違いまして、用地買収できるところからやるのではなくてですね、下流から用地買収をし、工事をしていくということで、順序立ててやっていかなければならない部分がございまして、若干遅く感じる面があるかと思いますので、この辺しっかり体制を整えながら、なるべく早く整備が終えられるようにですね、しっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。石原智子さん。なるべく早くではなくてですね。休憩いたします。再開いたします。どうぞ。私もこの八重瀬町に住んで、長年住んでおりますけれども、この河川の氾濫はたびたびあります。もう悠長なことは言っておられません。やはり隣は中学校であります。子どもたちが毎日こちらで勉強をしております。今回の九州の豪雨のように、この沖縄県でも突然のゲリラ豪雨が起こらないとは限らないと思います。私は一日も早くこの用地買収もなさって、このムクエ川の工事を完了させていただきたいと思います。いかがでしょうか。土木建築部長、上原国貞君。はい、用地買収につきましても、八重瀬町としっかり連携しながら、推進し、一日にも早い完成を目指したいと思います。以上です。石原智子さん。前向きのご答弁ではありますが、この今できることはですね、用地買収もそうですけれども、この八重瀬町内のムクエ川に流れ込みます農業用水路、赤田橋というのがあるんですけれども、その支流の取り付け箇所までなんとか早急に整備できれば、この氾濫が少しでも解除されるようでございます。ぜひともこの赤田橋のところまで一日も早く整備をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原国貞君。はい、お答えいたします。
現在、用地買収はその事業区間の下流部分で行っております。議員おっしゃるようにですね、赤田橋の方から、農業用排水路でございますから、ね、岡連川という川がございます。で、その、赤田橋から下流側につきましては、暫定掘削を行いまして、稼働を確保する取り組みを行ったところでございます。石原智子さん。この無形川につきましては、本当に一日を争う、本当に事故が起きてからでは遅いかと思いますので、ぜひとも県としても、一日も早く工事完了に向けて取り組んでいただきたいと思います。続きまして、野波川についてでございますが、この野波川上流は、八重瀬町を経由して、南風原町、南城市までの流域であります。まあ、島尻、この南風原八重瀬町は都市化の進展により、八重瀬町内において浸水氾濫を繰り返しております。ぜひともこの野波川上流の調査をしていただきまして、二級河川格上げをお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。先ほども答弁させていただきましたが、二級河川の格上げにつきましては、当該区間のですね、浸水の状況、また稼働の管理の状況で、二級河川としての事業化の可能性等を検討しながら、八重瀬町と調整したいと考えております。今現在は普通河川でございまして、八重瀬町が管理していることになりますので、その管理の在り方によっても、対応ができる部分もあるかとも思いますので、そのあたりについても、八重瀬町と調整しながらやっていきたいと考えております。石原智子さん。この八重瀬町と、まあ、調整をするとおっしゃっておりますけれども、いつ八重瀬町と調整をされますでしょうか。この野波川につきましても、何度も議員、そしてまた市長、八重瀬町の方から要請を受けているかと思いますが、早めにこの八重瀬町との調整をしていただき、取り組んでいただきたいと思っております。いかがでしょうか。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。八重瀬町議会からも陳情を受けております。この野波川の、まあ、河川整備管理の在り方につきまして、しっかりと八重瀬町と調整しながら、進めていきたいというふうに考えております。休憩してください。休憩いたします。再開いたします。石原智子さん。はい、分かりました。河川については以上です。では国道507号線についてお伺いします。先ほど当初計画では平成20年度からこの工事が始まり、28年度の完了予定でした。その後平成33年度まで延びております。事業完了が2回も変更された大きな理由は何があるのでしょうか。お伺いいたします。土木建築部長、上原邦貞君。はい、お答えいたします。国道507号八重瀬道路につきましては、延長が、
かなり長く 4.2 キロということで、4車線に拡幅する工事でございます。で、用地取得等にかなり時間を要しておりまして、まあ、鋭意進めているところではございますが、事業効果を早めに出すためにですね、コチンダ交差点側を集中的に今進めております。今後しっかりと用地交渉を進めながら早期整備につないでいきたいと考えております。以上です。石原智子さん。この507号線の整備工事は完了はいつを予定しておりますでしょうか。お伺いいたします。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長小原邦貞君。はい、お答えいたします。令和元年度末の事業費ベースで今現在約 48% となっております。今後ですね、しっかり進めていきたいというふうに考えておりますが、2020年代中盤には完成させたいということでございます。石原智子さん。2020年代中盤といいますと、はっきりと年度をおっしゃっていただけないでしょうか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長小原邦貞君。はい、今現在ですね、令和元年度末の事業費ベースで 48% ということで、これからまだまだ整備する内容ございます。先ほど2020年代中頃と申しましたけれども、まあ、具体的に申し上げますと、令和6年度頃、ただこれもですね、用地買収等が円滑に今後進んでいくという状態をですね、見通した上での、見通しでございますので、その辺ご理解いただきたいと思います。石原智子さん。まあ、県の方は、まあ、令和6年度に完了を、またこれが先延ばしされると困りますけれども、確約できますでしょうか。ぜひとも、この507号線、まあ、県としてもこの507号線は、那覇市から南風原町、八重洲町を結ぶ南部地域の重要なアクセス道路でもあります。そしてまた、那覇マラソンの開催コースとして知られ、南部を周遊する沖縄県の観光道路として重要な道路であります。そこら辺を考えていただきまして、ぜひともこの507号線、早急に完成へ向けて取り組んでいただきたいと思います。道路につきましては以上です。新型コロナウイルス関係についてでありますが、その中で、児童虐待や DV の状況についてでありますが、今回、このコロナの事態になって、
虐待、そしてまた DV 等も若干増えていたということでございますが、その中でも重篤なケースはなかったということで、ほっとしております。今、中央児童相談所、各児童相談所におきましては、相談員が増員されているのか、そしてまたその相談員というのは、専門職を採用しておりますでしょうか。すいません。国の方としては、児童相談所の強化を図るために、全国で児童福祉士1200人、そしてまた心理士800人を増やすということですが、本件はどのような状況でございますでしょうか。答弁をお願いいたします。休憩いたします。再開いたします。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。はい、議員がおっしゃいますように、平成31年4月1日施行の、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴いまして、児童福祉士の配置基準が所管人口4万人に1人から3万人に1人とに、児童福祉士を配置することですとか、児童心理士の増員等が定められたところでございます。県におきましては、今年度、市町村支援の児童福祉士及び里親養育支援児童福祉士の配置が定められたこと等に伴いまして、児童福祉士6名、中央児童相談所3名、小座児童相談所3名という形で増員もしたところでございます。その児童福祉士の職につきましては、社会福祉職ということで、専門職を県で採用しておりまして、児童相談所の児童福祉士はすべて社会福祉職が当たっているところでございます。石原智子さん。本当にこれからのまた第2波に備えても、この児童相談所の体制強化は必要だと思います。そしてまた、一時保護施設についても、十分な体制でございますでしょうか、お伺いいたします。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。児童相談所の一時保護施設につきましては、中央児童相談所、小座児童相談所に、施設を設けておりまして、そこで一時保護をするような形になっております。また、DV につきましても、女性相談所において一時保護所を設けているほか、また各地に保護委託先を確保しておりまして、離島を含めてそれは確保しているところでございまして、緊急対応もできるような体制を整えているところでございます。石原智子さん。緊急対応施設として確保しているということですけれども、例えば養護施設などにおきましても、一時保護の対応をされるような体制でございますでしょうか。子ども生活福祉部長、などやまあきこさん。はい、一時保護をした児童の、保護委託先として、児童養護施設であったり、里親さんだったりというところもございますし、また DV 被害につきましても、一時保護施設ということで、確保、児童養護施設をはじめ、その他の施設を確保しているところでございますが、こちらについて、DV につきましては、安全性確保の観点からどのような施設がということは非公表とさせていただいているところです。石原智子さん。休憩お願いします。休憩いたします。
再開いたします。石原智子さん。教育長にお伺いいたします。登校しぶりや不登校の児童の件で、欠席の子どもたちの人数等から見るとそれほど、増えているような状況ではなかったということでありますが、本当にそれは良かったことだと思います。そのまたその不登校気味のしぶりの不登校の子どもたちに対しまして、スクールソーシャルワーカーなど専門職をお願いをして対応しているようですけれども、スクールソーシャルワーカー以外にもこの訪問支援員という方がいらっしゃるそうですけれども、県の方としましてはこの訪問支援員などの育成についても検討していらっしゃいますでしょうか。教育省金城ひ休憩いたします。再開いたします。教育省金城博正君。はい、大変失礼いたしました。学校の方にはですね、先ほどご紹介いたしました、スクールソーシャルワーカーですとか、それ以外にも、小中アシスト相談員、それとまた教育相談支援員等々ですね、支援員がいるところでございます。参考までに令和2年度ですけど、特にスクールソーシャルワーカーについては、児童の生徒の心理的な支援が必要ということでですね、14名増員しまして、現在、令和2年度で129名配置しております。また、やはり児童が不登校になった場合には、その児童の置かれた環境の整理等も必要でございますので、そういう意味では、スクールソーシャルワーカーについても、2名増員いたしまして22名ということで、体制を強化したところでございます。引き続き、今回、コロナで、欠席した児童もございましたので、そういったところは、丁寧にですね、対応していきたいというふうに考えています。以上でございます。石原智子さん。今教育長がおっしゃった、スクールソーシャルワーカー、アシスト、その対応をしているというのは知っておりますけれども、今回このアウトリーチの
取り入れということで、訪問支援を訪問をして支援する訪問支援の必要性があるということを新聞記事で見ましたので、まあ、この沖縄県におきましてもこの訪問支援の育成が必要ではないかと考えて質問をいたしました。教育所の方ではこの訪問支援のことを理解しておりましたでしょうか。教育所、金城博正君。はい、委員ご指摘のように、やはり家庭の方にですね、赴いて、相談に乗るということは大切だというふうに考えています。まあ、そういう意味で当然のことながら、先ほどもご案内しましたけど、総称して訪問支援員と言ってますけど、スクールソーシャルワーカーですとか、小中学生相談員とか、まあ、そういった、支援員をですね、まあ、総称して言ってますけど、まあ、そういう、支援員をですね、活用いたしまして、私どもの方としては、まあ、不登校児童の、対応をですね、しっかりやっていきたいと。まあ、参考までに、令和2年の3月にですね、不登校児童生徒への支援の手引きというのを今回新たに作成いたしまして、特にやはり初期の対応が必要ということと、組織的な対応が必要ということを私ども認識しておりますので、そういったこのことを、まあ、小中学校にしっかりお伝えしながら、支援をやっていきたいというふうに考えています。以上でございます。以上で私の一般質問を終わります。はい。